こんにちは、ほたらみぎつです。今回はこちらの3色を使って可愛いチェック模様のブランケットを編んでいきます。使っていく糸はダイソーさんで購入しましたメランジトリコになります。カラーはピンクとヒースグレーとチャコールグレー、この3色を使っていきます。かぎ針は8号を使っていきます。太めのとじ針を使っていきます。今回はヒースグレー、ピンク、チャコールグレー、この3つの順番で編んでいくんですが、お好きな配色、お好きな糸で編んでいけます。組み合わせを楽しんでいただけたらなと思います。では早速編んでいきます。かぎ針に糸をくるっと巻きつけて結び目をして鎖編みで作り目していきます。作り目は12の倍数プラス1目で調整していこうと思います。鎖を85目編んできました。長さは約60センチになっています。この今編んだ長さがブランケットにしたい長方形の短い方の長さになってきます。だいたい60センチぐらいで編んでいこうと思います。お好きな長さで調整してみてください。ここから方眼編みで編んでいきます。長編み段で編んでいくので立ち上がり目は鎖3目です。最初の目にマーカーをつけて、次は鎖を1つ編んでからマーカーをつけた目から数えて 1,2,3,4,5,6 個目の目です。ここの半目1本作って長編みです。これで穴が1つできました。鎖3つの立ち上がり、これを長編み1つとしてカウントしています。長編み、鎖、長編み、鎖、長編みといった感じでつながっていきます。鎖を1つ編んで1目飛ばした隣の目、半目1本すくって長編みしていきます。鎖1つと1目飛ばした隣の目に長編みです。半目1本をすくって編んでいますが、どこをすくっていただいても大丈夫です。繰り返して端まで編んでいきます。端まで編んできました。これで今42個の穴が開いています。12の倍数プラス1目で編んでいるので穴が6の倍数入っていると思います。この方眼編みを繰り返して編んでいきます。同じように鎖3目で立ち上がってマーカーをつけて編み地を返します。鎖を1つ編んで1目飛ばした隣の目です。糸をかけて頭に針を入れて長編みです。鎖1つ1目飛ばした隣の長編みの頭に長編みして方眼編みしていきます。繰り返して端まで編んでいきます。2段目最後の部分です。鎖を1つ編んで1目飛ばした隣の目がマーカーをつけておいた立ち上がりの目になってます。立ち上がりの目に長編みをしてこの段を編み終わります。これを繰り返して方眼編みをしていきます。鎖3つで立ち上がってマーカーをつけて編み地を返し、最初は鎖を1つ編んで1目飛ばした隣の目に長編みです。鎖1つ1目飛ばした長編みの頭に長編み、鎖を1つ
1目飛ばした隣の目に長編み。この編み方を繰り返して6段編んでいきます。方眼編みで6段編んできました。次の段を色を変えて編んでいこうと思います。鎖を1つ編んで最後の目に長編みを編んでいく途中で糸を変えていきます。1目飛ばした隣の目、マーカーをつけておいた立ち上がりの目に糸をかけて引き出して、2つだけ引き抜いて長編みの未完成の状態で次の色に持ち替えて、この糸で引き抜いて長編みを完成させます。編んできた糸は糸始末できる分だけ糸を残してカットします。ここからは鎖3つで立ち上がってマーカーをつけて編み地を返し、同じように編んでいきます。鎖を1つ編んで1目飛ばした隣の目に長編みです。こんな感じで糸を変えながら6段ずつ3色使って編み続けていきます。好きな長さまで編めたら最後は長編みで編み終わって鎖を1つ編んでギュッと糸を引き締めてカットします。6段ずつ色を変えて60段編んできました。長さは約83センチくらいになっています。ここから今編んできたこの方眼編みの穴の中にとじ針を使って糸を通していこうと思います。ブランケットの横の長さ、ここが約83センチになりました。でここを糸を通してチェック模様にしていくんですが、この糸の長さできるだけ1本で作っていこうと思います。最後ここ横に出る糸をフリンジにしていこうと思うので、そのフリンジの分を両端だいたい20センチずつぐらい取っていこうと思います。だいたい120から130センチの長い糸を2本ぐらいこのとじ針に通して方眼編みの模様の中に糸を通していこうと思います。1本約130センチくらいにカットした糸を2本とじ針に通してあります。これを方眼編みの穴の中に通していきます。ここが角の部分になります。まずは角の目、上から針を刺して1穴ずつこんな感じで糸を通して端まで通していきます。1つずつ穴の中に針を入れてずっと端まで通していきます。反対まで通してきたらこの糸はここで休めておきます。1つの穴に2本だとちょっと寂しい気がするので、もう一回同じ長さで2本同じ穴を通って通していきます。1つの穴に4本分の糸を通してきました。とじ針のこの穴の中に4本分の糸が入れば1回で通すことができるんですが、ちょっと4本分だと厳しいかなっていう時は2回3回と数を増やして同じところを通していくといいかなと思います。今回は4本で通してきたんですが、お好きな本数で通していただいて大丈夫です。次の隣の穴も上から針を入れて同じ方向で糸を通していきます。これを穴6個分通していきます。こんな感じで6列っていうのかな、糸を通してきました。で次の6列はまた色を変えて糸を通していきます。で最初の色の時にこの端っこの穴の部分に上から針を入れて交互に通してきたんですが、
最初に通してきた方向とは逆の通し方でやっていこうと思います。この上の6列は上から針を入れてきたので、次は下から針を入れて、前の列とは逆の糸の通し方をしていきます。こんな感じで通していこうと思います。6列ずつ3色を使って糸を通していきます。で、今回私は同じ色ごとに穴を通す位置を統一してるんですけど、これもお好みで交互に変えてきても可愛いかなと思います。方眼模様の編み目の中に糸を全部通してきました。次はこの糸端をブランケット本体に結んでいきます。こっちの向きでもこっちの向きでも同じ感じでやっていくんですけど、糸端をこの一番端っこの穴の中にくるっと通していきます。で、ここで小さい穴を作っておいて、この中に糸端を1回通して、この輪を上からくぐる感じです。あとはキュッと引っ張りながら形を整えて玉を作っていこうと思います。糸端を一番端っこの穴の中にくるっと入れ込んで、ここで小さい穴を作っておいて、この輪の中に糸端を入れて、もう一回輪の中に糸端を入れていく感じです。キュッキュッキュッと結んで、こんな感じでつけることができます。こっちの方も同じように、今度は上から糸を通していき、ここで小さい輪を作ってあるので、この中に1回2回と通してキュッと結んであげるだけです。玉の向きが通していく方向を変えてあるので交互で変わっていくんですが、こんな感じでつけていこうと思います。最後はフリンジをお好みの長さにカットして糸始末をして完成していきます。とじ針を使って同じ色のところに糸端を隠していきます。模様が隠れないように糸端を編み地の中に隠して完成させていきます。完成はこんな感じのブランケットになりました。3色を格子状に編んでいく感じで、チェック模様とまではいかないかもしれないんですけど、可愛い模様編みになってるんじゃないかなと思います。方眼編みした編み地の中に糸を通していくだけなので、この配色の感じもいろいろアレンジできると思います。横にたっぷりついたフリンジもすごく可愛い感じに仕上がってます。簡単に編めるので、よかったら編んでみてください。今回も最後までご覧くださりありがとうございます。